おはようございます。ダマスです。今日なんですけどね、今増量期で、もうね、減量からだいぶ体重も増えて、顔もこんな感じで丸々してきたんですけど、でもね、筋肉はね、アップしてると思うんでね、ベンチも150キロ上がったし、そんなね、増量期の1日をね、ちょっと撮っていきたいと思います。って感じで、今は朝の9時ぐらいなんですけど、こっからちょっと準備して朝飯食います。はい。ということで、朝飯ができました。ほぼほぼ、大体朝飯は鮭食ってますね、僕は。鮭が 90%。あと米。あと米にかけるこのしぐれね。これがうまいんだ。で、あとさっきも飲んでたけど、このプロテインも、朝飯作りながらとか、朝飯食いながら、一緒に飲む感じで、朝のタンパク源は鮭とプロテインっていう感じでね、やってます。いただきます。うん、この辺がめちゃくちゃ痛い。でね、今現在体重は多分90キロ弱ぐらいで、通常運転でなんかこんぐらい増えちゃいましたね。多分こっからはちょっと意識させていっぱい食わないと95キロ100キロにはいかないかなっていう感覚があるね。次の日曜日柔道の試合があって、やっぱりね、柔道も体重があった方がいいな。なんでかっていうと、なんかね、こんだけ体重増えても結構動きはそのままで、パワーとかだけついて、なんか技の威力も増す感覚がね、俺はあるから、やっぱ90キロかそんぐらいがね、一番いいのかもしれんな。で、日曜日の試合は5人制の団体戦で、僕はね、先方、他の人で、時効ここで出るんで、2人目で最初の流れを作る大事なポジションでもあると思ってるんで、まあ全力で頑張りますよ。で、中堅にはあの強し関東チャンピオン、攻撃型のダーマスがどうやって強しの鉄壁の防御をさばいていくか、ここが非常に見ものであります。そしてここで引き手を持って内股をかける、内股をかける、ちっこくちっこくかけてくれなさい。ダーマス選手はここも引き手を引いて非常にいい組み手になったが、強しがここで上持ってんか、ここで内股いってる。こいつもね、控えてるんで、東京であるんですけどね、かなりきつい戦いにはなると思うけど、優勝目指して頑張ってきます。はい、ということで、朝飯後のサプリメントタイムということで、いつもね、マルチビタミンは欠かせないんで、これ毎食後1錠ずつで1日4回俺は飲んでる感じかな。で、これバイタスのね、マルチビタミンなんだけど、前あったやつより進化したらしい、リニューアルしたらしいね。パッケージもかっこよくなったし、ビタミンの含有量が高くなったりね。あとこれ亜鉛とマカも取れるんだけど、そのマカが黒マカ赤マカを配合し て、これ国産のトップレベルの4種類を配合していく。ちょっと半分ふざけましたけど、ガチでリニューアルしてるらしいんで、概要欄載せておくんで、ぜひねチェックしてみてください。やっぱり増量中は牛肉よ。牛肉食わな力は出んな。鶏胸肉ほぼ食ってないね、俺。見るだけでちょっと憂鬱になる。で、最近昼飯はこうやって外食することが多いな。昨日はね、吉野家の牛すき鍋膳、ご飯おかわり無料のやつ、あれ食ったけどめっちゃうまかった。はい、ということで、食後のデザート、今日はこれとこれですね。スタバのね、抹茶キャラメルラテ、あ、違う、抹茶じゃない、シナモンキャラメルラテで、こっちが抹茶の冷やしわらびということで、てかやばい、なんかちょっと鼻声になってきたぞ。試合今週なのに、まずいな、これグルタミン取りまくらなあかんな。ここで風邪ひいとったら話にならんぞ。いただきます。うん、風邪ひきそうな時はカッコン糖とグルタミン、そして飯をたらく食うことだ。
で僕はねいつも風邪の引き始めは喉から痛くなってで蓄膿に変化していくそういう感じの風邪なんで、うん、まだ阻止できる気がするぞ。鼻詰まりながら試合なんかできんからな。体力ないのにもっとスタミナなくなっちゃうよ。皆さんは風邪引き始めた時どうやって治してますか？はい、時は経ちましてね、これから柔道の練習に行くんで、今日が多分ラスト練習になるかな。だからその前にちょっと飯を勝ち込んでエネルギー補給しないといけないんで、まあ、めちゃくちゃ今日は大事な練習になるんで、ちょっと豪勢なもの食っちゃおうかな。こちらで、こいつと白米かき込んで、柔道着もねさっきゼッケンつけ終えていい感じで仕上がったんで、でね、ちょっと今体調もあれなんで、ニンニクとか生姜とかね入れていい感じにステーキ仕上げて、こういう合間合間でね、このグルタミンとかも、これもバイタスのやつなんだけど、これも味がついてて美味しいんで、こういうのも飲みつつ、うん、免疫力ねアップさせていこうと思います。風邪はもう気持ちなんで気合でなんとかする。はい、ということでできましたね。こちら完全にうまいでしょ。もうニンニクもりもりだ。今日ね、柔道で僕とランドリーする方は本当に申し訳ございません。ただ僕は風邪を第一優先に考えてるんでちょっと今日だけ我慢してもらって、それでは早速いただきます。これに、うん、これはうまいわ。力が出るぞこれ。風邪もこんなん一撃だ。あ、で米食わなかん。米、やっぱ米よ。どんな飯にも米よ。うん、うん、はあ、うん、もうだいぶ寒くなってきたから、ほんと柔道の試合ね、寒いのが一番嫌だ。手足が寒くてしびれて、畳も冷たくてめちゃくちゃ痛い。だからアップをねマジで大事にしなかんな。はい、ということでね、柔道の練習から帰ってきて、めちゃくちゃいい練習ができたな。今日も4分10分ぐらいで大学生のことがランドリーができて最高でした。こちら今日はね寿司、こちらをねいただこうと思います。やっぱ増量中はね、米と炭水化物とタンパク質、これをね両方取れるものがめっちゃ相性いいんで、いただきます。うん、うまっ。やっぱ寿司はいつ食ってもうまいな。うん、やっぱ俺は寿司はサーモンが一番好き。うん、でさすがにね、柔道の試合前なんで、今日は筋トレはオフで過ごします。筋トレやりたい気持ちは山々なんだけどね、筋肉痛で試合出るわけにもいかないじゃんね。だからね、今日はちょっと行きたい欲はあるけど、気持ちを抑えてしっかりね休養します。